回のタイトルは、カルダの CEO インタビュー、リーダは5月へ行きますか？です。ぜひ、最後までお付き合いください。チャールズ・ホスキンソン氏は、暗号通貨シーンで最も影響力のある人物の一人です。35歳の大富豪が、業界で最も成功したブロックチェーンプロジェクトの一つである、カルダノの発明者として多くの人に知られています。BTC エコー編集者のジャコモ・マイホーファー氏とダニエル・ホップマン氏とのインタビューの中で、彼は自身の成功にどのように対処しているのか、ビットコインマキシマリストを愚かの域を超えていると表現する理由、そしてエイダが5月に行くのかについて説明しています。以下はチャールズ・ホスキンソン氏の説明です。私は2つの不動産を所有しています。コロラド州にある50エーカーの農場、そこで干し草を育てています。500頭のバイソンを飼っている私の牧場はワイオミング州にあります。彼らは私を殺そうと走り回っています。オフィスが近いので平日はコロラドにいます。私は週末に牧場に行きます。あなたの日常生活はどんな感じですか？ある場所にいるときは5時に起きて体を鍛え、気持ちよく毎朝瞑想しています。でも私は年間250日も旅をしていますので、そんな生活習慣は続けられません。プライベートジェットで飛んでいます。そこでも仕事をしています。そんな毎日です。まだ35歳と比較的若いので、それを維持することができます。でも40歳50歳になったら、もっと強度を落とさないといけないと思ってます。自分の人生が今のようになると思っていましたか？私は数学者になると確信していました。結局のところ、私は数学よりもお金の方が好きだということが分かり、お金を想像することにしましたが、素晴らしいことだと思っています。ずっとやりたかったことが全部できるんです。世界最大の暗号研究グループと一緒に仕事をしていますが、私はまだカウチポテト族でいることができます。ビジネスマンとしての私の成功には私自身も驚いていますが、私は自分のことを小さな新興企業の社長だと思っていました。現在私は従業員700名を超える会社と、例えば生物医学の分野などで他に4つの会社を経営しています。私はいつもこう言います。私には脳は2つありますが、人格は半分しかありません。私は多くのリーダーシップスキルを学ばなければなりませんでしたが、特に聞き上手を身につける必要がありました。それは大変でした。自然とブロックチェーンのどちらが好きですか？断然自然です。私は自然に対して非常に個人的な関係を持っています。自然は現実を映し出す良い鏡です。干し草を育てるとき、嘘をつくことはできません。うまくいったか、いかなかったか、億万長者であろうと評判の良い大物であろうと関係ありません。自然はエゴを排除してくれます。実際はブロックチェーンとの関連も考えています。これらのプロトコルによって、私たちは基本的に自然の人工的なバージョンを再現しようとしているのです。物理学の社会的な形とでも言いましょうか。21世紀において私たちはどのように信頼と向き合っていくのかということです。どのような形で？ブロックチェーンは自然のような中立の場を与えてくれます。すべての物事が検証可能な掲示板です。誰もが同じデータを手に入れ、同じアクセスができます。ドイツのような国民国家です。しかしセネガルの農民も同じです。あなたの権力や評判は関係ありません。私たちはこのプロトコルを社会的なことに利用することができるのです。お金の使い方や選挙のあり方を変えることができるのです。しかし多くのブロックチェーンシステムの現実は異なります。権力構造は存在します。例えば分散型組織 DAO では一種の暗号民主主義が行われています。最も多くのトークンを持つ人々が最も多くの投票権を持っています。私たちはこの力を認識しています。私たちはそれらを見て感じます。つまりより良いシステムを構築できるということです。しかしほとんどの構造では権力の分配は隠されています。大統領がいて、その後ろに巨大な官僚機構があります。誰がどのように意思決定しているのかわからないのです。政府とその官僚機構も数世紀とは言わないまでも、変化するのに数十年かかるでしょう。暗号業界は5年ごとに自己改革を行います。常に異なる社会構造を手に入れることができるのです。私たちはより平等主義的な新バージョンのDAOを構築することができます。私たちは透明性を持っています。
私たちは問題を見て、それを数値化します。それが改善のための第一歩です。それは私に希望を与えてくれます。ブラックロックやベンチャーキャピタルのような大きな機関投資家の流入により、暗号がお金にまつわるものになりつつあると感じますか？ベンチャーキャピタルは単なる傭兵です。彼らのことはあまり心配していません。常にお金に関することです。人々はそれを求めてこの世界にやってきます。しかし、彼らが残るのはその哲学のためです。彼らは富を得ることよりも大きな何かに没頭するのです。ここではお金の概念自体が問題になっています。億万長者になるとはどういう意味ですか？ブラックロックとベンチャーキャピタルに来てもらいましょう。プロトコルが純粋であれば、彼らはシステムの中核を変えることはできません。彼らは端っこで自分たちの仕事をすることができます。彼らはそれを規制しようとするでしょう。しかし、プロトコルはそれに抵抗するでしょう。それが私たちの時代の大きな課題であり、次の成長の飛躍と節目なのです。それを乗り越えれば、私たちは世界を変えることができるのです。あなたは過去にビットコインマキシマリストを愚かの域を超えていると言っていました。その反感はどこから来ているのでしょうか？私はビットコインを愛しています。問題はビットコインが変わってしまったことです。私ではありません。1ドルの価値にもなる前に投資しました。私たちにはお金がありませんでした。カンファレンスは小さく、カウンターは一つでした。バリスタはスターバックスでした。すべて自腹です。そして12人ほどが集まりました。そして私たちは考えました。これはとてもクールです。私たちは未来を変えることができるんだと。初期の頃のビットコインはロジャーバー氏のような本当に素晴らしい人たちが集まる場所でした。彼は床屋やコーヒーショップ、レストランに行って何かを買い、ビットコインを受け入れるまでこの店から離れないというんです。この人たちが暗号通貨を大きくしたんです。今日ビットコインは多くの人にとって一種の宗教となっており、サトシのホワイトペーパーの教義に従っています。そこから逸脱するものは破門されます。そして私はこう言います。みんな、私たちは学んでいる、成長しているんだと。13年が経ちました。私たちには素晴らしい新発明があります。マキシマリズムはどんな形であっても有害だと思いますか？私にとってマキシマリズムとは何かが死んでいることを認めることです。私たちの最大の問題は業界内の特定の部族意識です。誰もが独自のトークンを持っており、その有用性を高めたいと考えています。したがって金銭的なインセンティブが私たちの協力を妨げます。これにより本来は協力すべき人々が互いに攻撃し合うことになります。カルダノは5月に行きますか？価格は私にとって無意味です。重要なのは5年後、10年後、15年後の私たちの状況です。過去を振り返って、私たちが構築したテクノロジーがこれまでに存在しなかったものを生み出したと言えるでしょうか？2023年にカルダノにマイクロトランザクションを導入します。私は2014年の最初のテッドトークで初めてこのことについて話しました。私はこう言いました。これを使ってケニアの人々がブロックチェーン上で融資を受けられるようにします。そして8年もの今、私たちはそれを実現できる立場にあります。それは偶然ではありませんでした。私はアフリカに行き、関係を築き、企業に投資し、会社を設立し、ステーブルコインを作成しました。すべてはこの地点に到達するために。それで誰かの人生を変えられたら、約束を果たしたことになります。それだけが重要なのです。そしてそれは終わりのないはしごなのです。朝起きて自分にこう言うのです。今日は次のステップに進むぞと。そしてそれが人の役に立つものであれば、おのずと成長していくでしょう。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。